お前、一体何者なんだ。話がしたい。その声は。君たちのレウスを渡してほしい。お前はやはりあなただったのね、ジェラード。一ミリ隙もない、やり手だな。いけすかないこと。レウスを奪ってどうするつもり。あなたはとても鋭い感覚をお持ちです。しかしながら、今世界で起きようとしていることの本質を分かっていらっしゃらない。光は強さを増し、纏う色まで変えようとしている。私にはアルトゥーラが世界を破滅に向かわせているようにしか見えない。アルトゥーラ？あなたが大いなるものと呼んでいるモンスターの名前よ。良い名前だ。本質の続きを話しましょう。世界は破滅に向かおうとしているのではない。大いなるものの目覚めによって新たな世界が始まろうとしているのです。全てが終わりを迎え、そして全てが始まる。私は大いなるものが作る新たな世界を見てみたいのです。何言ってんだ。この世界が終わってもいいってのか。お前だって死んじまうかもしれないんだぞ。世界は滅びと誕生を繰り返し成り立つものだ。その流れから私たちだけ逃れることはできない。いやだ、俺は死にたくないね。レウスを渡してくれ。大いなるものを目覚めさせるにはレウスの力が必要だ。あなたは最初から知っていたのね、レウスが破滅をもたらすモンスターでないことも。破滅をもたらすモンスターなど言いはしません。モンスターはただその生を全うしようとしているだけなのです。大いなるものも同じこと。エドはアルトゥーラを止めようとしていた。守りレウスがレウスを守っていたのもアルトゥーラを止めるためよ。目覚めさせるわけにはいかない。レドは道半ばで行ってしまった。大いなるものの目覚めを知ることなく、レドが生きて真実を知ったとしても同じ道をたどっていたはずだ。ありえない。私たちはレドが果たせなかったことをする。残念です、エナ様。あなたは私の考えを理解してくれると思っていた。レウスだって命がけで俺たちを守ろうとしてくれてるんだ。俺も戦うぞ。一勝負始めるぞ。承知です。大いなるものに立ち向かうというのか。愚かしい。
後だ。
させろ。クロスハイボルト。結果だろ。